オリガルヒ。オリガルヒとは、ロシアやウクライナと旧ソ連諸国の資本主義化の過程で形成された政治的影響力を有する新興財閥。名称は、加藤性を意味するギリシャ語にちなむ。ロシアのオリガルヒは、ソ連時代の社会主義的政治、経済体制から資本主義体制に移行する過程で形成された。 ソ連時代にはすでに企業の集団化が推進されており、1973年にソ連共産党中央委員会及びソ連閣僚会議によって、工業管理の一層の改善に関する若干の措置により、企業行動と部門行動の設立、制度が決定された。また、ゴルバチョフ時代に開始された共同組合、コーポラティブ及び賃貸借契約、アレンダが普及し、 経済活動が拡大された。ロシアの新興財閥には、この二つに源流を求めることができる。前者は、ソ連閣僚会議の各部門別工業省庁が、その管轄下に置いていた、企業集団が再編され成立したものである。特にエリツィン時代初期に急進的経済改革を施行した、エゴールガイダル、アナトリー・チュバイスラと、彼らにアドバイスをしたジェフリー・サックスラ。 アメリカ人口問題によって推進されたいわゆる、ショック療法に伴う民営化によって、多数の国営企業、国家コンツェルンが看板を書き換えたものである。これらの企業は、企業庁、支配人らの旧ノーメンクラトゥーラ層が、そのまま、国営企業とそれらが保有する膨大な国家資産、そのまま受け継ぎ、新興財閥、加藤資本家になりをせた。この典型と言えるのが、 旧ソ連ガス工業省が中心となって形成された国家コンツェルンガスプロムから民営化により形成されたガスロムグループや旧ソ連時代の3つの石油採掘企業から構成されたルクオイルグループなどである。これらの類型には旧ソ連時代からの豊富な地下資源、石油、天然ガスに関連した大規模企業や軍産複合体などが入る。統一エネルギーシステム、 ソ連や金工業省が名称を変更したノリリスクニッケルもこの類型である。後者はゴルバチョフ時代に共同組合活動の緩和により従来ソ連で行われていた部門別管理の枠を超えて経済活動の拡大に成功した企業が新興財閥化していったものである。これらに入るものはウラジーミル・グシンスキーのモストグループやアレクサンドル スモレンスキーの SBS アグログループ、ミハイル・フリードマンのアルファグループなどが挙げられ、このグループは銀行を中心とする金融資本が中核となっている、形態が多い。1988年の共同組合法によって、共同組合の形態を取る、銀行設立が認められた。また、市場経済導入の過程で、銀行は、 優遇措置を受けることができたので、このような優遇措置を求めて、銀行中心の企業集団が誕生することとなった。1993年12月の大統領令によって、これらの新興財閥は、金融産業グループ FPG、フィナンソボプロムイシュレンナやグルッパと認定され、ソ連崩壊後のロシア経済を再建する主体として、政府から肯定された。 1995年11月には FBG 法が成立し、新興財閥の投資に対する金融支援、保障、連邦構成体の協力、関税の免除などの優遇措置が盛り込まれた。こうして成立した新興財閥は、連邦レベルから地方レベルに至る政治家及び官僚機構との癒着によって、その存在を拡大させていった。また、この過程で、 政治家や官僚に影響力を行使するためにテレビや新聞を中心とするメディア支配に走った。しかし、エリツィン政権内の急進改革派によるショック療法は一方で年金生活者を中心とする低所得者層の生活不安を形成することとなった。モスクワ騒乱事件における大統領と議会の対立、その後の連邦議会選挙における 改革派の交代と極右のロシア自由民主党、ついで極左のロシア連邦共産党の台頭である。特に共産党の政権ラッシュを恐れた新興財閥は、再選を目論むエリツィン大統領と利害が一致し、1996年の大統領選挙においてエリツィンを支持し、再選に大きな貢献をした。特に新興財閥は支配下の各メディアを使って、 エリツィン主事の世論形成に大きな役割を果たす情報操作の有効性が確認されたことにより、ウラジーミル・プーチン政権において政治権力によるディア統制は一層顕著となった。大統領選挙後、新興財閥は影響力を強め、ポターニンは第一副首相、ボリス・ベレゾフスキーは安全保障会議副書記や CIS 執行書記などの 政府高官の位置を占めたほどである。特にベレゾフスキーは、エリツィン戦隊責任者で、第一副首相、大統領府長官、蔵唱となったアナトリー・チュバイスやエリツィンの次女で、補佐官となったタチアナ・ディアチェンコと強い決引きを持ち、聖賞や、政界の黒幕の名を欲しいままにした。彼らエリツィンを中心とした、側近集団は、後にセミアー、家族、の意、俗に、 エリツィンファミリーという一大派閥を形成するに至る。こうした政治と新興財閥の癒着は腐敗の温床を形成し、大多数の国民は新興財閥に対して批判的な世論を形成していった。また、エネルギーや資源関連の産業は構造上産業分野における独占的傾向が強く、競争原理が働きにくい状況から経営の不健全性。 不透明性が問題となっていった。特に、新興財閥の税金の滞納は、政府との間に深刻な亀裂を生じ、事実、エリツンは、ガスプロム社長のレムブヤヒレフを呼び質問する様子を、テレビで放送させたほどであった。1998年8月のロシア、金融危機によって、多くの新興財閥が経営に打撃を受けた。破綻した企業グループには、 SBS アグロ、インコム銀行、ロシースキークレジット銀行の各グループが挙げられ、プーチン大統領就任に伴い、政権と新興財閥の密月状態は変化が生じることとなった。プーチンはテレビをはじめとするマスメディアを保有し政治的影響力を行使して、政権と対立関係に、ア新興財閥に対しては抑制策を取った。 2000年6月13日、ロシア検察当局は、ウラジーミル・グシンスキーを詐欺などの容疑で逮捕した。これを手始めとして、7月11日には、ガスプロムに対しては、財務関係資料提出を要求。ルクオイルに対しては、脱税容疑で捜査を開始。インターロスに対しては、ノリリスクニッケル株取得の際の違法性を指摘するなど、やつぎばに捜査を展開していった。 グシンスキーやボリス・ベレゾフスキーらは、こうして壊滅的打撃を受けることとなった。しかし、一方で政権と新興財閥は、ボリス・ネムツオフの仲介で、円卓会議を開き、席上、プーチンは、エリツン時代のような財閥の政治介入は容認ない、ことを告げた。こうして、新興財閥の大部分は、本来の業務である実業に先進することとなった。 ただし、2003年プーチン政権は、石油会社、ユコスのミハイル・ホドルコフスキー社長に対し圧を強めていった。これは、ホドルコフスキーが政権批判を強め、野党に対して資金援助を増強していったことと、政権が望まないユコスを中心とする、石油資本の合併を起としたためである。プーチン大統領をはじめとする政権内の白引きは、政治的脅威となる。 新興財閥に対しては、これを容赦なく抑圧する方針を掲げる一方で、政権に忠誠を誓った財閥とは関係を深めており、新興財閥の政治的影響力は、白引きと相互補完的な形で、依然として残っていると言えよう。2007年から始まった世界金融危機で多くの新興財閥が没落の危機に瀕した。プーチン政権は、 政府の資金でどの新興財閥を救済するかを選定。選定された財閥は生き残ることができる。ただし、政府のコントロール下に置かれるが、選定されなければ容赦なく没落していくという過酷な状況下に新興財閥は置かれた。しかし、2010年に入って、石油や株式市況の改善、そして何より政府の不合給対策もあって、 財閥たちは息を吹き返した。これは専門家の予想を裏切った形となった。ただし財閥が政府に従順であることが重要なのには変わりはない。2014年クリミア危機で新興財閥のアルカディ・ローテンベルクラプーチンに近しい親友や側近が経済制裁を受けた際にはローテンベルクポーを通して保証を行い、またしても息を吹き返した。 などプーチンの親族が不合化するなど政称が実権を取り戻しつつあると申されている。2018年4月に米国のドナルド・トランプ大統領は混乱や憎しみの種をまくせいとしてプーチンに近しいロシアの新興財閥などに対する制裁を発表した。ウクライナでもソ連崩壊以降ロシア同様いくつかのオリガルフィが誕生し2019年現在においても ウクライナの政治、軍事、経済に強い影響力を持っており、国内の混乱を招いている。新路派のオリガルヒとしては元大統領のビクトル、ヤヌコービチが有名であり、一大グループを形成していたものの、2014年の政変後に資産が没収されるなど、影響力を失ったとされる。また、元首相で、親欧米派のユーリア・ティモシェンコも、新興財閥の一人であり、 1995年から1997年まで、ウクライナ統一エネルギーシステムの社長を務め、1996年には、ロシアからの天然ガスの主要な輸入業者になり、ガスの女王と呼ばれたほか、海賊版ビデオ商品の密造、密輸など違法な方法による収益で多額の資金を得たとされる。2014年現在で、ウクライナで最大の富豪は、タタール人ので、 東部ウクライナに最も大きな影響力を持ち、もともとはビクトル・ヤヌコービチと関係が深かったが、2014年のウクライナ政変後は、その関係は不透明となっている。第二番目の符号は、イスラエル国籍も持つユダヤ人ので、アメリカやイギリス、イスラエルといった西側諸国と接点が多く、親欧米派オリガルヒの筆頭核である。2014年に、 親欧米派政権より、ドニプロペトローシク州の知事に任命され、市の新英体的な独自の軍隊を持ち、進路的な分離独立派に対する強行的な攻撃の中心指導者とされる。前大統領のペトロ・ポロシェンコも、国内有数の大富豪で、チョコレートの商売で富を成したため、チョコレート王と言われ、元大統領で、親欧米派のビクトル・ユシチェンコ、 ロ度派の元大統領のビクトル・ヤヌコービチの双方のもとで閣僚入りして、ついに大統領となった。しかし2019年の大統領選で、ボロディミル・ゼレンスキー、コロモイスキーとの関係が信歩されるに敗れた。その他、レオニード・クチマ元大統領の娘ムコのや、パーベル・ラザレンコなどのオリガルヒがいる。ウクライナは依然として、オリガルヒに資金が流れる仕組みができており、 国内経済、政治の停滞の要因の一つとなっている。また、それぞれ、ロシアやアメリカ合衆国、イスラエル、イギリスなどとつながりが深く、資金集めを焦点にして、個々の政治的立場に大きく影響している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。